どうも、歯医者の野上です。日本人の2人に1人はがんになるというふうに言われてますが、いつがんと診断されるかは誰にも分かりません。がんを告知されると死を意識される方多いと思います。その時に非常に焦ってしまうわけですね。ということで今回はこういうテーマにしました。がんやがんの治療には様々な先入観があります。その一つはがんになったらいい医者に治してもらう、こういうのがありますよね。確かに医者の知識とか力というのはがんの治療にはもちろん大事なんですけども、自分自身でがんを治していくという意識を持つことが実は一番大事なんですね。前回の動画を参考にしてもらったらいいなと思います。もう一つよくある先入観なんですけども、がんイコール死の病というのがあるんですね。がんと診断された方、いわゆるがん患者さんというのは、実はがん細胞ができたから亡くなっているわけではないんです。ここがすごく大事です。じゃあがんはどういうふうにして亡くなっていくんでしょうか。こういう経緯がしっかりわかると、がんっていうのはすぐ死に至る病気ではないということが腑に落ちると思うんですね。さらにがんはどうやって治すのかとか、それからがんにならないためにはどうしたらいいのかというヒントにもなると思います。ということで今回はがんはどのように進行していくのか、がんからどのように死に至っていくのか、そういうことを踏まえてその対策ですよね。そういったことを今回は喋っていきたいと思います。今回は病理医が明かす死因の本当、この本が参考になったのでこれで喋らせてもらいたいと思います。人の体は37兆個というたくさんの細胞でできています。その細胞っていうのは毎日新しい細胞と古い細胞が入れ替わってるんですよね。で、その入れ替わってる際に実は1日5000個ぐらいのがん細胞というのが僕らの体にはできてるんです。1日5000個すごく多そうに見えますが、私たちの体にはこの5000個というものをゼロにしてしまう、いわゆる免疫というシステムが整ってるんですね。免疫というのは最近よく聞くと思うんですけども、外からの敵ですね。簡単に言うと細菌とかウイルスという外からの敵を倒す時にも働きますが、人間の体でできた異常な細胞を取り除く、そういった時にも免疫は働きます。ただ大事なのはこのがん細胞というのは正常な細胞ががん細胞になっているというのが特徴なんですね。ということはこの免疫の細胞から見てちょっと分かりにくいわけです。なぜかというと、もともとは正常な細胞ですから。で、特に免疫力が下がった時などは本来ゼロにしないのに1個残ってしまうことがあるんですね。これが問題です。この1個の細胞が長い年月が経ってある程度の塊になっていく、そういった時にいわゆる早期発見ということが起こるわけですね。だいたい早期発見できているがんで10億個ぐらいですよね。で、この10億個でいわゆる早期がんなんですけど、早期発見されている時は大きさにしたらだいたい1センチぐらいですかね。ギリギリ発見できる大きさです。重さでも1グラムぐらいですかね。で、大事なのは年月なんですけど、この見逃した1個から10億個になるのにだいたい10年から20年かかっていると、ここを抑えておいてほしいわけです。なぜかというと、今日のテーマっていうのはがん患者さんはがんでは死なないということを言いましたよね。ここ分かりますかね。実はこの10億個で見つかっている時っていうのはすでに20年間がんがあったということになるわけです。20年間がんがあったのにがんでは死んでないわけですよね。まずここをしっかり理解してもらう、これが最初ですよね。そしてこのステージ1って書いたんですけど、実はこのステージ分類というのがありまして、がんっていうのはこうちょっと進行していくんですね。単に大きくなるという大きさだけじゃなくて、がんっていうのは浸潤って言って周囲にこう広がっていたり、転移って言って体のあちこちにこう飛び火していく、そういったことが起こっていくわけですね。それをこのステージ分類というのに合わせてるんですが、今回は口の中のがんで一番多い舌がんを例にね、ちょっとどういうふうに進行していくのかというのをちょっと喋ってみたいと思います。
まずステージ1、いわゆる早期がんですけども、舌がんでいうと大体舌ですね、このベロに2センチですね、2センチ以下のがんが見つかったら、まあ、大体ステージ1というふうに言われるということですね。これ、僕らもね自分で見つけることができます。舌ですからね、見たら分かります。この時に気をつけてほしいのは治らない痛くない口内炎、これに非常に注意してください。これがあったら実は歯科を受診していただきたいんですね。以前危険な口内炎という動画を作ってますので、よかったらそちらを参考にしてもらったらいいんじゃないかなと思います。早期発見も大事です。ステージ1の5年生存率だいたい 95% ありますからね、そういう意味では非常に大事ですよね。それが広がっていく、大きくなっていくとステージ2、これは2センチを超えるような大きさになっていった場合ですよね。さらにここから、リンパ節というこのケーブルリンパ節ですね、こういったところに転移していきます。舌、ベロというのはよく動く組織ですよね、だから、まあ、早期に転移しやすいということも言われているわけですね。そうしたことがステージ3ですよね。そしてそれが舌の周囲にいわゆる浸潤していったり、それから遠隔転移といって肺とか肝臓とかそういったところに転移していくと、いわゆるステージ4になっていきます。でここで大事なのは、この年月というのが大体ですけど一般的に10年ぐらいはかかっているということなんですね。結構長いスパンがあると思いませんか。さらにじゃあ遠隔転移してたまたま肺に転移したとします。じゃあすぐに死ぬかというとそうでもないんですね。肺だったら大体2分の1以上っていうことですね。つまり2分の1以下だったら、簡単に言うと呼吸ができて死なないわけですよね。それから肝臓だったら3分の2以上っていうふうになるまでは生命は維持されます。それぐらい実はがんっていうのはすぐになくなるもんではないということを理解していただきたいわけですよね。じゃあがんっていうのはどういう経緯でなくなっていくんでしょうか。これを次に説明していきたいと思います。がんと診断されると精神的にかなりショックを受ける人たくさんいますね。でその時にこのうつ病などこういったものを発症する人もいらっしゃいます。そうしたこともあって1年以内、診断されてから1年以内にこの自殺という形で亡くなっている人、これ少なくないんですよね。実は一般の人と比べてこの1年以内の自殺率っていうのはリスクが大体ね20倍ぐらいあるというふうに言われてるんですね。メンタルというのはまず非常に大事だというところをまず押さえておいてください。続いてがんが進行していってどういう経緯で死に至っていくのかというのはお話していきたいと思いますね。まず一つは悪液質による栄養障害が起こっているということですね。がんっていうのは正常細胞よりも糖質というものを4から5倍こう吸収してエネルギーにするんですね。それによって体の方が栄養を取れないので、そして体が衰弱していきます。そうした現象を悪液質というわけですね。体重の減少とか筋力の低下、そういったものが起こっていきます。この悪液質による栄養障害がずっと続いていくと低栄養状態が改善されずに死に至っていくというふうになっていくことがあるわけですね。続いてがんから感染症ですね。先ほどの悪液質というのもあるんですけども、体が衰弱しているわけですよね。そうした時に普通ではかからない細菌とかウイルスに感染して、それによって肺炎などが重症化して死に至るという場合もあります。続いて臓器不全ですね。これはがんが転移していって、例えば肺だったら2分の1以上っていうふうに重要臓器が侵されていくと、最終的に呼吸ができなくなりますよね。それから肝臓が3分の2以上っていうふうに、がんが進出していくと、肝臓の代謝が行われなくなりますね。そういった重要臓器が不全になると死に至るという場合もあります。それからがんっていうのは手術したりとか、それから放射線療法とかありますから、そういった治療というのがあるんですが、その治療の合併症で死に至るという場合もあるんですね。その他がんが血管を破壊して出血を起こしたり、それから高カルシウム結晶が起こったりなんかして死に至るというようなケースもありますね。このようにがん患者さんっていうのは
直接の原因はこういったような様々な原因のもとに死に至っているということなんですね。決してがんが直接の原因で亡くなっているわけではないということを理解してほしいんです。どちらかというと悪液質のような栄養障害が引き金となってゆっくり亡くなっていくというようなイメージの方が合ってるんじゃないかなということなんですね。ということは感染症対策、それから栄養の対策とかをしっかりすることで長生きしていくということも十分考えられるんだということが大事だと思います。以上のようなことも含めて対策をね、次に喋っていきたいと思いますね。がんと診断されたら主治医と治療方針を相談する、これはもちろん大切なことなんですね。それ以外に日常的にできること、そういったことを考えていきたいと思います。まず一つなんですけど、この腸内環境を整えるということがまず大事なんですね。先ほどがん患者さんはうつ病ということになりやすいという話をしましたが、ちゃんと調べるとがんと診断される前からうつ病という人も結構たくさんいらっしゃるわけですね。このうつ病というのは心の風邪というふうによく言われてますが、このメンタルですよね。このメンタルっていうのは腸内環境とすごく関係しています。以前メンタルと腸内環境がどう関係しているのかという動画を喋りましたので、またよかったらそちらを参考にしてください。それから腸内環境を整えるとこの免疫力も高めることになりますので、この感染症対策としても非常に大切になってきますね。続いて食事の改善です。分かりやすく言うと、がんのリスクを上げる食事を減らして、がんのリスクを下げる食事を増やすということをしていくということがすごく大事なんですね。この悪液質を防止していくだけじゃなくて、がんにそもそもならなくさせていくためにも、この食事とか栄養の改善というのが非常に大切になってきます。これはいずれ動画でね、また作っていきたいと思いますね。3つ目は口腔ケアですよね。なぜ口腔ケアががんに関係するか、ちょっと意外な感じがするかもしれませんが、実は今感染症、例えば新型コロナとかいろんな問題がありますけども、感染症の中で一番多いのは歯周病が実は一番多いんですよね。人類史上最も多い感染症とも言われています。ということはがん患者さんはまず口のケアをしっかりすることっていうのが大事になってくるということですね。これは以前の動画も参考にしてください。また手術するときあります。その術前に口腔ケアをしっかり行っておくと、この治療の合併症が減って死亡のリスクが減るということも言われてますので、そういう意味でも口腔ケアは非常に対策として大事です。今回はがんと死ということについて喋らせてもらいました。これが皆さんの健康増進の参考になれば幸いです。これからも栄養であるとか体のことであるとか配信していきます。今回の話が少しでも良かったなと思ったら高評価お願いします。チャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。ではまた次回。